いやちょいよ、ラジオネスで今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキをやっていきたいと思います。で、これなんですけど、前のね、ファブの合同フ会の時に、ダニパイセンがね、テンゴットに使ってたやつなんですけどね、とか、あと、昨日俺が、アークラープ選手と BO5 をやった時に、お互いにね、使ったデッキなんですけど、結構ね、もともとね、こうベビドラとか、ムートのところが、なんだっけな、ランバーで、どこだっけな、オーブンのところがベビドラだったりして、いろいろそういう形があったんですけど、改良されてこの形になったって感じですね。で、陸受けがね、ちょっと2枚、ネクロと、まあ、ムートと、まあ、キョスケと、あとオーブンか、まあ、4枚あるんですけど、まあ、全部ね、結構コストが重いんで、まあ、考えて出さないと、別化工場とかね、ああいうなんか陸枯渇させるやつだと、結構ね、ネクロとかね、すぐ出しちゃうと、しばかりやすくなっちゃうんで、ね、まあ、手札の切り方とかをね、注意していきたいなと思いつつ、グラチャでいきたいと思います。よいしょ。ああ、マッチングしない。そう、で、結構ね、やっぱ、こういうクローン系のデッキがね、苦手な人が多いんで、なんか、苦手な人っていうか、そのなんか処理できしにくいっていうか、なんだろう。処理が苦手な人なんで、そのクローンされるだけでね、ケンツとかね、めっちゃ苦手って言ってて、そうなんですよね。お、来た。いやー、細かい系か。細かい系ちょっとめんどくさいんですよね。そうなんかやっぱ、コスト重いカードしかないから、アイスピと、なんだろう、アイスピとやりゴブでしょ？ほんと。これ最初は、いや、どうだろう。一回下げちゃいますね。オッケー。とりあえず、いや、でも8個使ったんだもんな、これ。うわー、細かい系だ。これディガーとか来そうだな。ほんとにムート構えつつ、いやー、そういう感じね。うわ、めんどくせー。でも、あと2枚で、さすがに重いカードはまだないはずなんで、挙式後ろから使って、ペッカバルーンか。アイスイズ細かい系ペッカバルーン。アイスピとヤリゴブとコウモリとバルーンとペッカがあって。うわ、めんどくせえな、まあ、ここで溶かしちゃいましょう。まあ、アイスイズ切ったんでワンチャンこうクローンかけてもいいですね。ってことでかけちゃいます。よいしょ。オッケーオッケー。これペッカ溶かせるんで、いいね。で、これムートがね、多分細かい系からするとね、止めにくい。あー、やばい。しゃしゃったわ。しゃしゃった。やばい。これコウモリ来るって分かってたんでトルネ打っちゃったんですけどね。シャシャった。次のバルーン。でも、こういう時にオーブンがあるんで、あ、やべえ、ミスった、やべえ、出ちった。やばい。あー、最悪だ。うわー、最悪だ。これ、後ろのやつから。コウモリがないんで、ね、幸い。いや、マジで最悪なんだけど。ちょ、待って。こんなことある。そう、今、俺、このね、こういう時に、一回落ち着いた時にね、工場とかバルーンとかで攻められるから、オーブンがあっていいですよねって話しようとしたら、マジでちょっと最悪なんだけど、本当に。どうしよう。これもう一回、相手がでも、ザップで落としてくる。いやー、最悪だなー、だいぶ。これどうしよう。アイスイーズでしょ？とりあえずネクロつけて、ペッカ来てもいいように、とりあえずネクロつけるんですね、ここも。はい。やっぱポイズンとか情けな顔してるんですよね、結構。あと1、2枚多分出てないカードがあるんで、よし、いいよ。で、ここはまだ、呪文が来るかもしれないんで、クローンじゃなくてユニットいっぱい出すんですね。そうで、ここら辺でクローン出して、そのユニットがいっぱいいる状態でクローン打つっていうのが割と大事ですね。で、こうやってクローンでペッカとか処理した後にムートを足して、はいって感じですね。オッケー。もうこれあと10秒で落とさないと負けるんで、ぶっぱしていきます。オッケー。やばマジ最悪だった。危ねえ。で、これコウモリとか使ってるんで相手。結構ここはもうゴリゴリのゴリでいけそうですね。はい。結構いけますね。で、ここはもう一回バルーン釣れる位置にオーブン出して、お、あれ入ってる。なんかめっちゃ入ってる。ちょっとまあ、これはね。いや、ちょっとやばい。マジ最悪なんだけど、あの5タップ。まあ、そんな感じでね、どんどんいきましょう。なんか俺は前そのクローン系のデッキとかあんま使わなかったんですけど、最近よくそのラバクロとかこういう系の細かくはないけど、なんか主力がないカードにクローンを入れたりとかね、結構使うようになってから結構クローンね得意になったんですよね。よろしく。てか得意というか結構好きになった。うん。やっぱ楽に勝てるし面白いんで、そう、とりあえずオーブンかな。とりあえずオーブンで、お、被った。
で何がきついかって言ったら多分やっぱうわー最悪だこれネクロねえのマジ最悪なんですよね。まあ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 いいか、しゃーなしっすねこいつは。これムートで体当たり受けすんのはマジもったいないんで、一回これでスケバレとかつなげて、でとこれまあ、あーアウトローか、いやーめんどくせえ超めんどくさい、どうしようこれ。まあムートでまあまあ許容してからのレクマンでいけるから、でここでねプリンセス使った後なんだいてクローン結構これがうざいと思う。はいはいはい、いいよ。でこれ相手ロケットしかないんで、ファイブとかじゃないんでね、相手呪文ロケットかなんならないかぐらい。ホバとかが結構鬱陶しいですね。ホバを直接潰せるカードがアウトローぐらいしかないんですよね相手。だからとりあえずこれでねやっておけばいけるよーって感じですね。でここは相手がアウトロー切ってないんで、ワンチャンそのやばい、これで下げれば、うっ、いけいけ、あー全然ダメだこれ、やばい、あー終わった最悪、ちょ待って、あーまあ捨てますこれ、いやムートで守ってもよかったかもな、うい守れました。ウッドがあるんだよな、ウッドこっちに打たせたくないんで、こっちから、キョスケプラスのクローンを展開していきます。でプリンとかをあわよくばここら辺に吸って、ここら辺ね、ここら辺に吸ってつけたいんですよね、そのあれをなんけつけたいっていうか処理したいプリンを。いやめんど、くっそめんどいな。オッケーオッケー、でウッドをこっちに使わせたいんで、はい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 、プリンでしょ、オッケー。いやーなんかめっちゃ処理されてんだけど、なんで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 なん、やべえどうしよう。これさウッド来るよな、多分ウッドっていうかバレルが来る気がするんだよな俺。うわめんど、おやロケが来てこっちにウッドが来るって感じですね。そしたらはい許しませんよそんなの。はい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 、もうねウッドなんかね、ウッドロケット使ったらもうこうなりますよと。オッケー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 、巻いてあれロケット打ちすぎっすね、あれは。あれはウッドを逆サイド打たなきゃいけないのに、バレル飛ばしてロケット打ってウッド転がしたら、まあそれエリクサないですもんねという感じなんですけどね。まあ、もともとこういうデッキね、うちの富士さんがね、こういうおもちゃデッキ大好きなんで、そう、あの人おもちゃしか使わないんで、なんかスパーキーとかクローンとか、そういうカード大好きなんで。で、これはちょっとなんか強そうな名前の人が来た。とりあえず、いやー、これまあ、ああいう大きいカードには全部キョスケ合わせちゃっていいですね。そう、ゴレとか、ペッカとか、あとなんだろう、メガナイト、ロイジャイジャイ、全部にキョスケ合わせちゃっていいですね。まあないならネクロが理想ですね。か、小屋置きか、シャーなし小屋置きぐらい。これムートでぶち抜けるんで。オッケー、いいよ。いいよ。ああ、そっち向くんかい。なんなら、どうせならここで建物になってロイジャイのタゲ取ってほしかったわ。で、このキョスケの処理もめんどくさいはずだから、これでいきまーす。よいしょ。いいよ。いいよ。いいね、ザップミスってる。いいよいいよ。これもらったくね？あ、全然だわ。なんだよ。でも結構入る。1500ぐらいまでいきそう。お、めっちゃいく。お、いいね。で、とりあえず、もう一回、ロイジャイがちょっとしたら回るぐらいなんで、まあ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 って感じですね。とりあえず、オーブンをこっちに出していき、いや、いいっすね。なんか、クローン、楽で。楽でめっちゃいい。でもこれネクロとか合わせると基本ねそのライトを打たれるんですよ。結露いしてからのライトっていうのがね基本の流れなんで、やっぱライトニングを打たれにくいそのキョスケとかはね、やっぱでと小屋キョスケタワーとかにライト打ってきた日にはネクロとかホバを足してカウンターでね、あの GG ゲーミングしたいと思います。とりあえずこれナイトも釣れる位置に出すけど、なんかすごいな、なんかすごいな、これ相手のデッキやばいんだけど、相手も言ってるわ。とりあえずこれスケバレつけて、もう相手これアウトロー切ったんで多分こっち抑えらんないですね。よいしょ、 OK。
いや、え、食らいすぎじゃね、ランボ働きすぎでしょ。火砲足んない、火砲足んない。とりあえずもう一回オーブン置いて、はい、もうこれイモリタイムっすね。イモリタイム、もうじゃん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 ライトニング打ってきていいんで、ライトニングで飛ばされたら嫌なユニットってネクロが一番嫌なんですよ。だからムートとかホバとかをバチコリつけてあげて、いやでもさ、これ面倒、でも左だけにじゃあネクロ出しちゃおうかな。そしたら俺クラスになると、そうですね、これトルネでチュルル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 で、オッケー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 、もうこれ完璧っすね。でこれでかけてあげて、はい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 、オッケーよ、オッケーよ、来るよ、はい、来ちゃうよという感じで、オッケー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 、グッドゲームと。なんならライトニング持ってなかった説はある。なんかいっぱいユニットいたしな、なんか入れたいカード全部入れたみたいなデッキだった相手が。え、だでもさ、俺これさ、グラチャでさ4からやってんのにさ、途中のあのマフマフさんがまともだった、デッキがまともだったけど、なんかやべえやつしか来なかったってことで、今日はこの辺で終わるんですけど、ね、このデッキマジ強いんで、強いっていうか、まあ強いし楽しいんでね、使ってみてください。本当はね、ペッカとかを引いて、そのペッカ相手にはこう立ち回るんですよっていうのをね、やりたかったんですけどね、ちょっとあのイカれたペッカしか来なかったんで、このねイカれ気味のペッカしか来なかったんでね、まあロイジャイでも今少ないからな。そう、タルババの画法で、めちゃくちゃ減ったんですよね。あとランバーか、もうランバーとタルババはロイジャイセットだったんでね。そうなんで、まあ枯渇とかにはまあ若干強い。そう、ロケット系には、で逆にポイズンはそんなきつくないんですけど、ファイボーがきつい多分。そうそうそう、ポイズンだったら別になんかその巨スケムートクローンとかしてポイズンかけさせてからネクロ追加ホバ追加みたいな感じでいけるんですけど、ファイボーだったらそのめっちゃ相手にガン待ちされてから、たまユニット溜まってからファイボーとか打たれるんで、まあ、そこら辺がきついかなっていうところでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。今ね、まあお盆もう終わっちゃうか、でも夏休み期間ってことでね、毎日日本投稿やっていて、もう明日から俺ら韓国行っちゃうんですけど、韓国行ってからもね、まあ、最低でも毎日1本はね、投稿したいと思ってるんでね、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は5年で終わります。バイバーイ。